誠とミクの誠の間。皆様はじめまして、サブカルチャークリエイティブプロデューサーの誠です。皆さんこんにちは、女優の佐藤美久です。さて、先月から始まりました誠の間。この誠の間は現在多くの、創作写真集を、プロデュースしているサブカルチャークリエイティブプロデューサーの誠さんが、写真、音楽、空間デザイン、ファッション、コスプレ、サブカルなどのクリエイターの皆さんの発掘、そして誠さんが手掛けていらっしゃる現在進行中のプロジェクトなどを紹介していく番組です。それではまず初めに誠さんの略歴をご紹介させていただきます。誠さんは東京都のご出身で、1981年生まれの現在38歳。ライブ撮影や人物撮影を主として写真活動されていく中で、コスプレイヤーや若手クリエイターが様々な方面で活躍できるようになるための誠の間プロジェクトを始動。ご自身が起業された際に得たマーケティングの知識を生かしながら、空間デザイナー、イラストレーター、漫画家、シンガー、コスプレイヤーなどクリエイターを育成、プロデュース、作品作りを目指していらっしゃいます。そして昨年9月にブルガリアのソフィアで開催された東ヨーロッパ最大のサブカルイベント、アニベンチャーコミックコン2019にも参加されました。さて、そんな誠さんと一緒にこの番組誠の間を進行してまいります。私佐藤美久は普段は女優としてドラマや映画に出演参加させていただいております。特に昨年は誠さんのご紹介でもありましたが、ブルガリアソフィアで開催されたイベントで私が主演させていただいた映画22世紀寓話が招待され、私も本作品の上映前に舞台挨拶をさせていただきました。そしてここ市川うらら FM さんで毎月第2、第4、金曜日夕方6時から佐藤美久の女優道という番組でもレギュラーパーソナリティとして出演させていただいておりますので、誠の間同様にぜひお聞きいただければと思います。こんな2人で今回も、新しい、サブカルクリエイターの発掘につながるような、そしてラジオをお聞きの皆様にサブカルチャーのいろいろな、魅力や情報満載でお送りしていきたいと思っております。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今回最初のコーナーは誠の自由研究のコーナー。このコーナーはいろいろなサブカルチャーについて誠さんが独自の観点で注目された人や物、トレンドなどについて、まさにタイトル通りご自由に研究されてきたテーマについて発表していただくコーナーです。はい、今回はオープニングのご紹介でもお話しさせていただきましたブルガリアでのサブカルイベントに参加されていらっしゃるので、あくまでサブカルクリエイティブプロデューサーの立場からいろいろお話しいただければと思いますので、では誠さんお願いいたします。はい、アニベンチャー、ブルガリアのアニベンチャーですね。はい、そうですね、行かせていただきました。はい、概要とかは前回放送したので、はい、気になる方は、ね、前回の YouTube をチェックして、はい、映像配信はぜひご覧いただければと思います。はい、はい、いただければと思います。はい、で、すごい日本と違うなって思ったのが、あ、はい、はい、もうですね、はい、警備員がすごかったなんですよ。すごいなんだそれって感じなんですけれども、本当にそれはもう同感できます。そのイベントの警備をする方がものすごい、はい、まあ、ムキムキなんですよね。マッチョでしたね。すごいマッチョ。はい、日本でこんな人いないなっていうぐらいマッチョで、はい、なんだろう、オーラというか、うん、なんかもうそれで圧倒される感がありましたよね。そう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 、あ、これ悪さできねえや。そう、悪さしちゃいけないんですけどね。いや、しちゃいけないんで、もうここの状況で叶わないやっていう感じですよね。うん、そう、叶わない。はい、そうでですね、はい、すごいやっぱ筋肉ムキムキだと、はい、ちょっとこの威圧感っていうか、まあ、はい、あるじゃないですか、ちょっと怖いじゃないですか。まあそう、まあそうですね。はい、でもその一緒に行ったコスプレイヤーの子が、はい、あの人と一緒に写真を撮りたいって言い出したんですよ。ああ、はい、しおりちゃんですね。そうですね、はい、言い出したんですよ。はい、で、まあダメじゃないですか、仕事中だから、はい、うん、その彼らも、はい、だから、いや仕事中だからダメだよっていうふうに言ったんですけども、ちょっとその回っていたら、はい、休憩してる方がいたんですね。はい、ハンバーガー食べたり、バナナ食べたりしてて、はいね、はいはい、で、あ、休憩してるならいいのかなって思って、はい、ちょっと声かけてみたんです。はい、この子が一緒に写真撮りたいって言ってるんですけども、お願いできますかって聞いてみたら、
いやダメだって、まあ、仕事中だからやっぱダメだって言われちゃって、あやっぱそうなんだなって思ったんだけど、その後の一言がいやでもそう言ってくれてありがとうねって言ってくれたんですね。あかっこいいですね。そうこの人たちすごいかっこいいね、すっごいいい人たちなんだジェントルマンですねって思ったんですよ、はい、でそうなんですけれども一緒にいたチーフプロデューサーの方が、はい、そのイベントが終わるギリギリの時間に喫煙所に、はい、喫煙所ですね、そう、いてサバコを吸っていたら、はい、ものすごく攻撃的かわかんないですけど、ものすごいそのすごい剣幕で、はい、もうダメだ、もう雑音もう出てけみたいなこと言われたらしくってすごい怖かったっていう風に言ってて、それだけもう警備員さんのガタイもそうですけど本当にかっこいいもありますし、うん、そういやすごいなって私も思いました、うん、そうだからなんかね、優しいんだけど仕事はきっちりするのかなっていう、はい、そうですね、それも私もやっぱさすがだなっていうのは、そうさすがですね、はい、それがまず一つ、はい、そうですね、すごい面白かったなっていうで、あとそのもう一つ、はい、アニメのイベントなのでやっぱりコスプレしてる方がたくさんいるんですよね、はい、で日本のイベントだと、はい、そういうアニメとか漫画のコスプレをしている人を写真撮りたい時って並ぶんですよ、はい、そうですね、並んで撮らせてくださいって一言言って、はい、撮るんですけども、このイベントではみんな撮り放題みたいな感じで、そうですね、もうどこからでも撮っているっていう感じでしたね、そう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 、すごい、だからやっぱすごいコスプレイヤーの人、すごいというかクオリティの高い、はい、かっこいいなって思う人には、はい、ここもう群がって、あ、まあ、いわゆる囲みみたいな感じになって、特にすごい方っていらっしゃいました、うん、美女と野獣のミエルってわかります、はいはいはい、食材の人、はいはい、わかりますよ、うん、ろうそく立てる食材の人が、見てないです、ね、見てないです、あれってっ実写版のルミエールの話の、はい、ま、食材の役だから銀食器なんですよね、はい、そうですね、そう、はい、で顔も銀食器なんですよ、そうですね、はい、で、あ、大変だ、そう大変でしょもうそれだけで大変だなと思います、でそのすごい人はもう全身同じテイストで銀食器のクオリティになってるんですね、だから顔もだし衣装もだし、 あとその手に持ってるそのろうそく立てる部分、はい、要はプラスチックだの金属だの、うんうん、そういう部分も同じ質感で作り上げてるんですね、あ、なるほど、すごくないですか、その違う素材 で、肌と布とそのプラスチックとか金属っていう違う、それなかなかやっぱ日本の方にはかあんまりどうなんですかね、 いる方も一緒かもわかんないですけども、うん、いや日本でもなかなか見れないぐらい、あ、そうなんですね、はい、クオリティ高いなって思って、なるほど、はい、まあ、それだけやっぱ日本とこのブルガリア、うん、海外のこうアニメのイベントってこんだけ違うんだなっていうのやっぱすごく感じましたね、うん、はい、まあ、結構もう話足りないことたくさんあると思うんですけれども、はい、まあ、ちょっとお時間がきましたので、はい、また次回もぜひぜひたくさんお話しいただければと思います、はい、お願いします、私も語り足りないところたくさんありますのででは皆様いかがだったでしょうか、ちなみにですねこの研究発表につきましてはですね、あくまでも2020年2月時点での誠さんの的研究発表ですことをあらかじめご容赦ください。以上、誠の自由研究のコーナーでした。誠的カーテンコール。続いてのコーナーは先月もご紹介させていただきましたが、現在はサブカルチャークリエイティブプロデューサーとして活動中の誠さんですが、実は学生時代はアマチュアミュージカル俳優でいらっしゃったそうで、今でもよく舞台鑑賞には行かれるそうです。そこでこの1ヶ月でご覧になられた舞台について熱く語っていただこうというコーナーです。今回はロックオペラモーツァルトについてお話しいただきたいと思います。まず豆情報としてこのロックオペラモーツァルトについて、簡単にお話しさせていただきますと、ロックオペラモーツァルトは音楽家のモーツァルトの生涯を描いたフランスのミュージカルで、2009年にパリで初演を迎えました。日本では2013年に、ネルケプランニングが制作し、山本浩二さんと中川明典さんが交互にモーツァルト役とサリエリ役を演じるダブルキャストで上演、また昨年2019年には宝塚歌劇団星組によりモーツァルト役にレイ・マコト、モーツァルトの妻コンスタンツェ役に、マイ・ソラ・ヒトミのトップコンビのお披露目公演としても上映されました。
ということで、ロックオペラモーツァルト。そうですね、はい、はい、まあ、今紹介していただいた通り、はい、モーツァルトのお話です。そうですね、はい、はい、で、モーツァルトのことって皆さんご存知ですけれども、はい、モーツァルトの生涯ってあんまり知られていないっていうか、そこは学ばないじゃないですか、はい、知ってます？日常音楽にはそっかモーツァルト、うん、トルコ行進曲とかは小さい時に、うん、ピアノ発表会で弾きました。あ、そっか、なるほど、はい、ですね、モーツァルトって結構由緒正しい家の生まれなんですよね、はい、お父さんが宮廷音楽家で、はい、でも自由を求めて、こう、まあ、自由を求めてというか、はい、そこの環境が嫌で、もっとその、はい、ね、自由に行きたいっていうふうに言って、はい、この飛び出てっちゃうんですよ、はい、すごい変わった変わってる人っていうのはすごいイメージありますね。そうなんですよ、はい、変わった人、はい、だからその自由を求めるっていうあたりがやっぱロックなんだなと。あー、まあ確かにそうですね、うん、そう、結構今の現代の考えというか、自由に生きたいっていう感じが確かにありますね、はい、だからそのモーツァルトでロックなんだって一瞬思ったんですけれども、はい、いや、ロックありだなって思って、で実際聞くとすっごい、はい、かっこいいんですよ。聞きたい。ですね、はい、Amazon ミュージックにあります、はい、フランス版のロックオペラモーツァルトが、はい、ぜひ聞きます、はい、だから聞いてみてください、はい、気になる方はすごいかっこいいです、はい、フランス版なのでフランス語なんですよ。あ、なるほど、はい、だから超ちょっとこの優しい流れの、はい、でもロックみたいな、あ、かっこいい感じです。なるほど、はい、うん、まあ、その中モーツァルトをこう題材にしてるわけじゃないですか、はいはい、その中他のこの舞台との違いみたいのってありますか？あ、そうですね、モーツァルトを、はい、題材にしたものって3つあるんです、はい、そう、今のロックオペラモーツァルトと、はい、そのモーツァルトっていうものと、うんうん、 はいはい、あと映画のアマデウスっていうもの、あれももともと舞台なんです。でそれもそれぞれ面白いので、はい、違った視点で描かれててすごく面白いので、気になる人は全部チェックしてみるといいと思います。ぜひぜひ私もちょっと見てみようかなと思います、はい、ありがとうございます。ではちょっと興味持たれた方ぜひね、借りるって感じですかね。そうですね、はい、見ていただければなと思います、はい、以上、誠的カーテンコールのコーナーでした。漫画を語ろうのコーナー。さて、この漫画を語ろう、略して漫カタのコーナーですが、日本のサブカルイコール漫画アニメということで、やはり日本が世界に誇れるコンテンツの一つとして漫画がその中心を成しており、それぞれの世代や性別、趣味、嗜好によってその好きな漫画の種類は千差万別です。で、この漫画について我々、2人の、思いやこだわり、思考や、好み、時にはスペシャルゲストさんにも入っていただきながら、漫画についてあえてその絵が見えないラジオで語っていこうというコーナーです。と、ここでスペシャルコメンテーターとして漫画家の真田千佳先生にお入りいただきました。真田先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、その近と言います。少女漫画描いてます。ありがとうございます、いろいろお伺いしたいことはたくさんあるんですけれども、まずは簡単に真田千佳先生の略歴をご紹介させていただきます。真田千佳先生は鳥取県のお生まれで、大学在学中に別冊フレンドで新人賞を受賞し、漫画家デビュー。卒業と同時にソニーミュージックとの共同企画、五つ星プリンスの、連載がスタート。単行本全2巻。その後、侮れないね、北見くんを連載、単行本全2巻。現在はウェブ漫画サイトコミック維新で、異世界で第三王子の専属マッサージ師になりましたを連載中。その他にも企業のプロモーション漫画やイラスト、キャラクターデザインを手掛けてらっしゃる今注目の若手女性漫画家のお一人です。さて、まあ、そんな真田先生をですね、お迎えして、今回は前回に引き続き私、誠さんと私、佐藤美久のおのおの思い出の漫画ベスト3の中でも衝撃編ということで、そうですね、うん、はい、真田先生にもちょっとランキングというか、まあ、ランキングではないんですけれどもね、うん、交えながらちょっとお話しさせていただければなと思います。まあ、衝撃ということで、まあ、いろいろこうお話しさせていただくんですけれども、まあ、前回は、まず
誠さんはスラムダンク、スラムダンク、そして私は黒子のバスケということで、うんうんうん、お話をたくさん、ね、させていただきまして、はい、で結構もう語りすぎて、そうですね、時間がなくなっちゃってなかったっていうのもあったんですけれどもやっぱあの漫画家ということで、佐野先生はなんかお好きな漫画はありますか？衝撃を受けた漫画というのは。衝撃を受けたのはやっぱり花より団子ですね。出ました私の世代なんで大好きです私は。あ、まあ、私はもうあのドラマからあの入らせていただきまして、で漫画も見始めて、もうそれがもうやっぱ私も衝撃の一つでもあります、うん、はい、そうですよね、はい、あのいじめからの胸キュンまでの、あの高低差がすごい漫画ですよね。道明寺と、和気の美しの、あの最初のもう殴るところからの生卵投げちゃうっていうのが壮絶なんですよ。学園内でこう、まあ、いじめというか、まあ、F4 っていう、うん、あの、まあ、花の4人組っていうんですけど、あ、はいはい、うん、まあ、お金持ちの4人組がいまして、うん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 、でそこの4人にこうなんて言えばいいんですかね、あの目をつけられると赤いお札が貼られるわけですよ、そうするとクラスというか学校全体にこう生卵投げつけられるとか全体に投げつけられるとか一人じゃなくて、あ、じゃなくてです、みんなでです、みんなでですっていう、まあ、壮絶な、まあ、最初で始まるんですけれども、うん、まあ、それになんだと思った、幕の尽くしが、うん、まあ、道明寺をバーンと来るところから、まあ、恋が始まるということなんですけれども、よくそこから恋始まりますね。そうね、まさかの恋の展開なんですよ。そうなんですよ、もう私にとって本当青春というか、もう小学生の時にドラマがあり、まあ、そこからなんだこれはというなんてかっこいいんだというのでドハマりしまして、うん、今でもやっぱ好きなドラマは何ですかって言われて、やっぱ花より団子って出てきますよね。佐野先生なんか、漫画がやっぱ先ですか？漫画が先ですけど、やっぱドラマが始まってから私もさらにのめり込みましたね。そうなんですね、うん、なんかこういうなんか絵のテイストが好きっていうのはありますか？こういう絵のテイストが好き、はい、あ、でもどうだろう、あの大人っぽい感じの絵柄が好きだったんで、それもやっぱり花より団子はドンピシャでしたね。道明寺 の天然パーマが、うん、あの漫画すごい、はいはいはい、あのクルクルクルってなってるのが、なんかテンパーのキャラって結構いいですよね。そうなんですよ、僕結構好きです。そうなんですか？そうなんですよ、だからそんだけでも本当に熱い漫画というか、漫画から始まりこうドラマ、そして映画にもなるということで、うん、いやすごい作品だなって今でも、うん、はい、うん、思います、はい。で、じゃあちょっと、まあ前回にちょっと続いてお話 しようかなと思うんですけれども、はい、そうですね、はい、はい、あの前回の、衝撃受けた漫画の、はい、誠さんの、はい、続きですね、はいはい、じゃあ2作品目は、はい、アイシールド21、はい、でもう一つが、はい、悠々白書、悠々白書、あ、全部ジャンプ、ジャンプっ子なんですよ僕。そうですよね、ジャンプですね、はい、でアイシールド21はあのアメフトの漫画なんですよ ね、 そうですね、はい、あの高校のアメフト部の漫画で、はい、いやアメフトってあの一つの専門性がをすごい発揮するスポーツっていう風に言われてるんですね、はい、だから総合的にいろいろできる、足が速いとか、うん、その例えばなんか攻撃力が高いとか、うん、守備力が強いとかではなくって、もう足が速いなら足が速いとかみたいな、でキャッチが長いキャッチがうまいとか、ね、はい、みたいな感じで、うん、あのそれぞれがプレーしていくスポーツなんですけれども、うん、はい、それがねまたね熱いんですよ。その先生ご存知ですか？知ってます、知ってます。そうですよね、そう、もうみんなに見てほしい。みんなに見てほしい。でそのあと悠々白書ですね、はい、悠々白書はあの、まあ、亡くなっちゃったちょっと不良の子が最初霊界探偵として、はい、そね、その悪いこの妖怪みたいの、うん、あの懲らしめていくみたいな漫画なんですけれども、はい、うん、これはこれでこのなんていうのかな、ストーリーのこう、はい、見えないんですよね。あのもう有名作品だからみんな知ってるかもしれないんですよ。その僕リアルタイムでジャンプを買って読んでたんですよ、はい、これ。それすごいですよね。そう、全然わかんないの、どうなるか先が。それが ね、 すごい面白かった。へ、うん、私の同級生でも結構好きな子多くて、はい、うん、そうすごいね、よく知ってるねっていう感じだったんですけど。いやでもね、僕は逆にみんなに今のその世代じゃない人にも知ってほしい。あやっぱさすがに
知ってますね。そうです。はいです。アイシールド21とユリアクション。なるほど。はい。ミクちゃんはどうですか？私はですね、純情ロマンチカを。あらが好き。あらあら。どうしました？私のちょっと青春の香りがします。あ、そうなんですね。ちょっと近いですよね。香りがします、ね。いやもう私も本当にこう BL ボーイズラブの漫画で初めて手に取った漫画でして、友達に勧められたんですよ、うん、高校の友達に勧、うんうん、められて、もう不女子なら必ず通るであろう漫画だからということで、うん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 、お勧めしてもらって自分でもう一巻読み始めたらもう止まらなくなってしまって全部出てる巻全部買ってみたいな。今も連載されていて、うん、もうあともうちょっとで30巻いくところぐらいまで来てるので、すごい、はい、もうすごいなって今でも連載してるぐらいなので、うん、いやさすがだなと思ってます、うん、はい、いや僕もBL 僕は読まないですけど、はい、純情ロマンチカが、はい、そのなんか BL の登竜門みたいなのは聞いたことあります。そうですよね。読んでらっしゃいました？真田さん、私は軽く読んでいて、軽くアニメをですね、あ、はい、ちょこちょこつまみ食いしてそれもちょっと心が乾いた時にちょっと寂しさが出てきた時にちょっと見るみたいな。心理描写が丁寧なんで、少女漫画好きな人絶対ハマるだろうなと思います。確かにもうおっしゃる通りですそう、本当に見ていただきたい漫画の一つであります。ちょっと興味ある方は登竜門なんで絶対一回を読んでいただきたいなって思います。特にどのキャラが好きとかありますか？私は美咲っちが、高橋美咲ですね、はい純情ロマンチカの、受けというか、そうですね、可愛い子ですね。可愛いですね。それはやっぱ声優さんが好きっていうのもあるんですか？そうですね、桜井さんが好きで、おそ松さんでいうおそ松ですね。はい、おそ松さんも好きなんですね。おそ松さん大好きです。なるほど、そうなんですよ。いや、こんなにこう一緒に同じ作品語れるとはすごいもう嬉しくてしょうがないでございます。本当に。またぜひまたいらしていただいて、またたくさんぜひ一緒に語ってください。また我々二人と、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、お忙しい中本当にありがとうございました。ありがとうございます。皆さんいかがだったでしょうか？皆さんの好きな漫画ね、少しこう何かありましたでしょうか？今回はですね、漫画家の、真田千佳先生にですね、お忙しいところをお越しいただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。以上、漫画を語ろうのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングが近づいてまいりました。そうですね、11月ですね、1月から始まりました新番組まことの間、皆さん今回もお聞きいただきましてどうもありがとうございました。この番組まことの間は毎月第2、第4日曜日お昼12時から放送しておりますので、ぜひ次回放送もお聞きいただければ嬉しいです。さて、レギュラーパーソナリティを務めてらっしゃるまことさん、今回はいかがだったでしょうか？はい、漫画を語ろう。あ、漫画だ。はい、純情ロマンチカ盛り上がりましたね。すいません、いや市場も挟んでしまい。いや、でもね、純情ロマンチカで、はい、皆さん結構その好きっていう人いるんですけれども、はい、僕その今日真田先生から聞いたその心理描写がいいっていう風に言われた瞬間にすごい興味持ちましたね。はい、ちょっと読みたいですね。貸します。じゃあ今度貸してください。はい、ちょっと僕もそのね、会話に加わりたい。はい、ぜひぜひ。また真田先生に来ていただけたらなと思います。そうですね。なんか今度ちょっと絵とか書いていただけたら、あ、そのなんかそういう機会があったら嬉しいなっていう。そうですね。でも、あ、今ちょっと、うん、ちょっと期待も込めつつ、はい、よろしくお願いいたします。そしてですね、番組ではお聞きの皆様のご感想ご意見ぜひ、お送りいただければと思いますので、宛先お伝えいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plus-vox.com まことの間までお待ちしております。それではまことの間、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手はまことと佐藤美久でした。では皆様、ぜひ次回もまことの間よろしくお願いします。